はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、朝日の、生ビール、隅田川ブルーイングです。ゴールデンエール。華やかなコクと爽やかな後味。東京の隅田川ブルーイングという、ビールがあるみたいです。限定発売です。東京隅田川ブルーイングが開発を行い、朝日ビール名古屋工場で製造した商品です。原材料が麦芽とホップ、アルコール度数 5%。隅田川ブルーイング。聞いたことない。聞いたことがないぞ。まあ、麦芽 100% ビールということですね。うん。先ほどせっせとね、手巻きタバコね、これ34本作りまして。よし、これで OK。完璧。ちょっとペールエールっぽい風味がするな。なんかペールエールっぽいな。味が。隅田川ブルーイン。個性と飲みやすさ。クラフトビール革新への挑戦。隅田川ブルーイングは1995年に東京の隅田川のほとりで、東京第1号地ビールの製造を開始したクラフトビール醸造所が始まりです。うん。東京の、クラフトビール、地ビール。朝日のスーパードライとペールエール、何かしらのペールエールを1対1で混ぜたような風味ですね。うん。ちょっといわゆる、ペールエールの柑橘系の風味があります。若干。まあ、ただそこまで、個性は強くないですね。うん。半分、スーパードライか、そこら辺の、なんか、感覚はありますけど。隅田川。東京の、台東区のあたりですかね。まあ、店でも飲めるらしいですね。東京隅田川ブルーイン。でもなんかどっちにもつかずで、なんか大してうまいかって言われると、さーって感じですね。こちらは6月の6日に発売したっぽいです。なんかどっちにもつかず、なんかニートみたいな。どっちもつかず、何もつかずみたいな。なんかどっちよりでもないし、なんていうのかな、これな。華やかさを醸し出す上名発酵酵母を採用。爽やかな香りのが特徴のシトラホップ一部使用。
ああ。厳選した麦芽 100%。あ、この缶のやつは、首都圏の、コンビニ限定らしいですね。あ、これから夏ですけど、ビアガーデンとか。うん。そういったものが、美味しい、てか、行くことになる。まあ、俺、今までビアガーデンって一度も行ったことないんだけど。うん。まあ、大体行く友達もいないっていうね。でも、ビアガーデンとか行きたいっすね。なんか、バーベキュー食いながら。ビールをね。ぐいっと。なんかあんま美味しくないな、これな。いや、まずくもないんだけど。さあ、美味しいかって言われて、別にって。うん。結構値段もするんですけどね。これもコンビニで、いくらだ ?300 円くらいするんだよ、これ。高い。高い割に。まあ、クラフトビールなんで高いっていうのはわかるんだけど。でも、この味で、ねえ。だったら普通になんだっけ。ヨナヨナエールの。ヨナヨナエールのあそこどこだったっけ。なんていう会社だったっけ。まあ、ヨナヨナエール飲んだ方が100倍マシンみたいな。うん。実に、だって麦芽 100% って、なんか、あれしてるけど、だいたい麦芽 100% のビールってなんか、なんていうかな。飽きが来ないんだけど、なんかさっぱりしてて、なんかあんまり、面白くないんですよね。うん、これだと大した味だねえな。300円も出して、この味って、なんか。ダメです。全然ダメですね。これならもっと美味しいクラフトビールなんてめっちゃあるんで。そっちを買った方が確実にいいでしょうね。なんかあんまり面白くないんだよな、この味。なんだろう。ペールエールだったらほら、苦味と、コクと、あと、結構、香りが来るんですけど、大した苦味もないんで、で、クラフトビールって高い癖して、ね、大してうまくないって、なんか、大したことないっていう。はい、ということで微妙ですね、これは。2333です。ご視聴ありがとうございました。